トアの家に到着しました。ここ海外とかここやって来るときさ、道路でさトラックが燃えとった。事故してな、うー言うとった。うー到着しました。何にもないお部屋なんですけど、トアのお部屋をちょっと公開いたします。何もないうちにな。うん、いいよ、行きます。下もちゃん。面白いな。はい、どうぞ。どうも、お邪魔します。お、あ、え、めっちゃ広いね。一回来てるやない。来たよ。もういいんちゃうかな。そうやで、ここを契約しました。寒い、エアコンつけて。電気まだ来てないんで。やってみて。ついたで。来た。来てるな。謎。来とかなつかへん。そう、来とかなつかへん。じゃあ電気もつけて。来てるんかな。分からへん。水は出る？え、水は出えへんで。ちょ待って、水が出えへんということはトイレができひんということやで。寒い。じゃあここ開けよう。暗いわ。かかるでも。電気代かかる。かかるかかる。なんで？じゃ寒いからとりあえず。いやうちあったかいから寒いなやっぱり。ここがねクローゼット。あ広いね。今のトアの部屋ぐらいあるな余裕で。一面やから。何や？あるよ。ここある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 十分。うん、あってさ。こっちベッドやな。これさ、思ってんけどさ、うん、こっち側にしてさ、うん、寒っ、閉めとってやろ。こう、うん、こうしたらさ、ここテレビ置けるくね、うん、でもな、そしたらここベッドこう置いたらさ、このベッドまたいでこっち行かんのがんくなる。どういうこと？ベッドどう置くん？ベッドどう置くん？あそこ扉があるからさ、うん、こうは置かれへんやん、うん、そしたらこうやん、うん、ベッド踏んでこっち行かなあかんけど、それは問題ない。寒っ、床が寒いよ。外の方があったかくね。うん、めっちゃ寒い。寒い。外のポスト見てきて。寒い。めっちゃ寒い。どうしよう。すごいのよ。綺麗なのよ。やっぱり新築やかな。ストーリア。うん、寒い。寒い。マジで寒いねんけど。家の中寒すぎて出てきた。ほら、めっちゃ。あ、暖かい。あ、太陽最高。え、待って、トイレバリきれいねんけど。え、トイレ水出てるで。トイレ行けるわ。トア？トイレ水出てる。うん。いや、多分下に線があると思う。見るわ。え、でも水出るで。多分ここに線があるんじゃない？出るになってるな。どういうことだ？どういうことなんだ。はよつけ。24度はダメだろ。綺麗はいいな。綺麗はほんまに、ほんまに綺麗は。絶対これやん。え、それ出るになっとうやろ。まっすぐになっとったら出るになっとうで。まっすぐ、うん、じゃあ出る。とりあえずトイレは出るって話。息切れた。ああ疲れた。冷蔵庫がここや。うん、冷蔵庫な。で、食器入れも入れる、うん、あ、ここでいいや。食器入れここでいいんじゃん。いや、食器、そこは
あんま物置かん方がいいで。あんたが使う分ぐらいやったら。いける？うん。いけるわ。あの上の棚をさ、もう一個下に下ろしたらいい。ここも。こことかは、この辺とか。うん、でもいいし、あの、ノンはこう、縦長の百均の入れ物にお箸すぐフォークとか入れて、そこボンボンボン。じゃあここさ、冷蔵庫を置くとしてもさ、うん、ここ何置くの？なんか。何置かんの？なんか置きたいので置いたらいいや。あ、冷蔵庫でここでもいいし。うん、それをさ、なんか掃除機とか、え、キッチンの横に漫画はおかしいやろ。ああ、まあ、掃除機とか置いとったらいいんちゃう。まあ、これ置くぐらいのラックがあってもいいと思うけどな。うん、まあ、安いのあったら買ったらいいや。ちょっとした棚やろ。今日運んできたんこれだけ、あれとな、配置を全然決めてない太郎くんです。え、ここもテレビいけんじゃん。ん、あ、Wi-Fi がついてもなんか、これ本来こっちもテレビいけるんじゃない。いけるで。どっちでもいい。どっちでもいい。これ横に置けるの、テレビ。あー、どうやろう、置けそう。いけるんやったらこう置きたいけどね。ゴーくんのなんか向こうのさ、家の部屋の大きさで見るんとちゃうやん。どれぐらいあったかな。え、めっちゃ大きいよ。だいぶ大きい、あれ。こんなんあるで。大きすぎて困る。でもはみ出てもいいんじゃん、どうせここカーテンやし。いや、こっちよりはマシだね。うん。まあ、ここ、こういうの見てよ。うん。置くとでもそこが、やろ。よし、ソファの置き場所が意味わからんけど。うん。せんな。ほんまは、こう置くか、うん、こう置いて、反対側に、ソファーやな。うん。やねんけど、それやったら、絶対こっちテレビの方が、うん、こっちの方がいいな。ここはみ出すのが気持ち悪いな。うん、かベッドこっちの部屋置いて向こうか。あ、そんな手もある。うん、だからこれを外してしまえばよ。外してあん中に入らへんか。横向きにしたら入る。ベッド閉まってしまって、これ外したら何畳ぐらい全部で。うん、テレビ置くとしたらここになる。じゃあベッド置くとしたらここになるもんな。窓がちょっと半分潰れるかなぐらい。いやいや、いやな。な、向こうや。気持ち悪いのよ。この窓がベッド置いたら。うん、せやな。通路起こしちゃうの。せやな。まあ好きにしたらいいよ。めっちゃ困っとうし。難しい。難しいね、配置が。ベッド置いて、ここ、これぐらい？え？ちょ、メジャー持ってくるわ、後でな。ここ測ったるわ。200ぐらいやろ？うん。ここワンチャンいけるんだ、こう置いたらいいしな。うん。まあ、片方開いてればよくね。うん。片方開けれる。多分いらんもん置くんやろ、こっち。開かへん方はな。この上がさ、ここがさ、低いのがいいな。うん。届くもん。大変じゃない？一日開いてる。今の家のこの辺やからさ、めっちゃあげるみたいな。もう何置くみたいになっとんの。はい、これはそんな感じです。今からカーテンとか測ってかな、ぼちぼち片付けていきます。バイバイ。